っぱ読者を喜ばせたいとか、わっわっと言わせたいとか、ドキドキさせたいとか、そのためにだったら命どのぐらい削ってもいいわっていう、そういうことなんじゃないかなと思うんですよ。面白いと思ってくれればいいなとか、まあ泣いてくれればいいなとか、だけど笑ったり泣いたり感動したりっていう感情を揺さぶるっていうのは実は非常に大変なことで、やっぱりこっちも必死でやらないと伝わんないです。違うな、寒くなってるな。なりちゃんちょっとでかすぎる。なりちゃん、私は少女漫画が好きなんですよね、うん、なんか いろんなことがその中に入ってるし、うん、可能性もあるし、うんうん、好きだからこそこの執念があるって感じですよね。執念が、うん、あ、頑張ろう僕もって感じしますね。ワン、ツー、スリー、マンベ数多くのヒット作を生み出す漫画家浦沢直樹さん、今取り組むプロジェクト漫勉セカンドシーズンがついに始まります。漫画家は小さなペン先から壮大なドラマを生み出します。普段は立ち入ることができないその仕事場を密着撮影させてもらいます。浦沢さんは今年デビュー33年目、世界から注目を集める漫画家です。そんな浦沢さんは他の漫画家のペン先を見るこの番組からどんな影響を受けたのでしょうか。こんなに刺激になると思わなかったね。自分の机に向かってこうやってると、いつまでこれがこんなこと続くんだろうななんつって、全くななんて思ってるけどね、大先輩があって体痛たたなんて言いながらやってんのを見ると、青兄さんが何言ってんだろうなと思いますよね、うん、そしてセカンドシーズン1回目、今回も大先輩が登場です。少女漫画の神様とも呼ばれる漫画家萩尾元さんです。ポーの一族、トーマの心臓、11人いる。繊細かつ華やかな絵柄で数々の名作を執筆、作品を貫くのは人間、そして社会が抱える葛藤です。骨太なテーマを描き、少女漫画に革命を起こしてきました。近年も原子力発電がテーマの菜の花、子供と社会の関係を描いたアウェイ、48年間作品を生み続けてきました。今回は萩尾さんが初めて挑む歴史漫画の執筆に4日間密着することができました。そこで発見したのは、一本一本線に思いを乗せて繊細に描くペン先。そしてどんな細部もないがしろにせずに理想の絵を追求する妥協のない姿勢でした。
1ヶ月後、撮影された映像を見ながら2人が対談します。官房長ね、新人の頃思い出しますよね。神秘的な方なので毎回会うたびにちょっと緊張するな。あ、どうも。あ、どうもこんにちは。いや、どうもありがとうございます。こちらこそ。対談場所は萩尾さんがよく訪れる本の町神保町、老舗の喫茶店です。二人のご関係としては、萩尾先生からすると浅先生っていうのは。あ、不安です。短編の頃からちょこちょこ読んでいて、非常にデリケートな繊細な画面の感じを印象受けるんですね。街とか窓とか足音とか、なんかそういうのがあのちゃんとこう染み出してくるのがすごく面白くて、やっぱ そういうものを表現させたらもう右に出る人がいない人のあれですよ、ね。うん、頑張ってきてよかったなと思います。少女漫画の神様、萩尾元さん、神秘のベールに包まれたその創作の秘密が明らかになります。猫ちゃん、はい、うん、猫ちゃん何匹ですか。7匹です。あ、7匹、はい。あのでも萩尾先生、あの僕の勝手な想像だったんですけど、結構ロココなとこでやられてるイメージ。皆さんそうおっしゃるんです。私も努力したんですけどダメでした。いいですよね、この漫画家の机周り。いや、そう、私だけが何やどこにあるか知っているっていう。部屋のあちこちに仕掛けた定点カメラで作業をなるべく妨げないよう撮影します。人物の下書きを始めます。ちょっとこの番組、あの下書きをちゃんとしないような人がちょっと続いたもんで、はい、当たりだけでやるようなね、あのそうアラムシャみたいな人たちが最近あのちょっとまんべんって番組続いたもんで、ちゃんとしたブルゴサンティンとかね、すごかったですね。安心しますよ、ね。あ、そうですか。このテーピングも、はい、ちょっと腱鞘炎予防で。あ、腱鞘炎予防なんですか。はい、ちょっとなんかこう職人的な感じしますよね。いやいや、かっこいいですよね。下書きの時点で完成度の高い絵が描かれていきます。作品は王妃マルゴ、16世紀のフランス王室が舞台です。主人公はマルゴことマルグリット・ド・バロワ。美貌と高い教養で知られ、さまざまな男性と恋愛を重ねたと言われます。マルゴを中心に激動の時代を描きます。下書きが終了です。寝室にいるマルゴとその夫アンリ。マルゴが夫に初恋の男を忘れるよう迫られるシーンです。夫アンリのペン入れです。
ジーペン、あ、そうですね、はい、すごく面白い持ち方してますね。あ、そうですか、はい、だってペン先に人差し指かかってるんですよね。比べると確かに指の位置が全く違いますね。なんかあのちょっと言い方変かもしれないですけど、まあ、見てますね、はい、彫刻刀で彫ってるみたいに見えますよね。あ、そうか、ほらちょっと神秘的じゃないですかこの感じ。いやいや、言われてみると確かに彫ってますね。彫刻というよりも人差し指を爪で引っかいてるやはりちょっと猫系ですかね。あ、こう引っかきながら、そうか、だからだな、光ってんのか。一本一本線を彫り込むように重ねることで萩尾タッチが生まれるんですね。妻を愛を込めて説得しようとする夫の表情が描かれていきます。このチョンチョンって入れる線がなんか隠し味としてなんかあるんだろうなと思うんですよね。なんかあのペンで当たり線描いてるみたいなもんですよね。 ここかなと言いながら、でもまあ繊細なやっぱり線の積み上げですよね。コマの外側に紙を貼り、はみ出す部分のデッサンを描きます。体と服装のラインの違和感がないよう何度も調整します。ちょってこのね、繊細なこと捉えましたね、カメラ。いやーすごいわ。うわー、イケメン。ありがとうございます。目が綺麗だ。だってこの表情で説得しなきゃいけないんですもんね。俺のことを愛するようにしなさい、そんな男諦めろってやる。そうですよね、うん。線の積み重ねと造形の調整、地道な作業を一歩一歩続けて夫アンリの必死な表情が描かれました。続いては歴史上美女と名高い主人公のマルゴ。初恋の人を忘れられない、その心情を描きます。おっと猫がびっくりした。いや、この時は特にね、猫が興奮してカメラに、うん。舞ちゃん、はぁ、萩尾元さんは1949年福岡県生まれ。幼い頃から絵が大好きでした。手塚治虫や石森章太郎の作品で
漫画と出会います。小学3年生で漫画を描き始めました。萩尾先生が漫画を描き出したきっかけの頃って誰の影響とかあるんですか？とにかく手に入る漫画の絵は結構いろいろ真似していたんです、はいはい、で実は一番真似したのは横山光成さん。だいたい顔の大きさが同じで、はい、真似しやすかった、うんうんうん、結構横山さんの顔のバランスは真似しました、うん、水井秀子さん、それから渡辺雅子先生、はい、牧宮子先生、はい、あそこら辺の目の描き方も真似してみました、はい、まつげがうまく描けなくてね。まつげが、まつげこうどうしてこんな綺麗なカーブが出るんだろうとか。カーブがね。あ、うん、まつげで悩まれてた、うん、でまつげがない人っていうと、うん、八代雅子先生だったので、はいはいはい、よし八代雅子的に行こうと。あ二十歳で漫画家デビューし、23歳の時にはポーの一族を執筆。迫害される吸血鬼の一家を幻想的に描き大ヒットしました。はあ、おーすげえホワイトで抜いてんじゃないもんな。鼻残して点描してんもんな、ちゃんと。はあ、素晴らしいわ、はい、このレースもすごいわ。印刷技術がこれを表現するのまだこの時代追いついてませんよね。あ、まだね。ね。萩尾さんの漫画は高い評価を受けます。光と影を描くことで世界を奥行き豊かに描写、さらに人物の心理を多彩なモチーフで表現、想像力あふれる作品を生み出し、読む人の心を刺激してきました。キュンキュンしてくれると嬉しいです。書いてる方もキュンキュンしながら書いてるので、キュンキュン度合いが高いと書いてて面白いですね、やっぱり。主人公マルゴのペン入れが終了です。最後に仕上げ作業。自分で作った投票で、おい、こういうのあるんだ、はい、ポロポロ。人物の心理を表現するスクリーントーンは萩尾さんが自ら貼ります。特に少女漫画っていうこの世界は、うん、もうイマジネーションどのくらい広げるかって感じしますよね。はい、そうですね、うん、浦沢さんよく分かってますってセクシーなシーンとかあれやっぱり少女漫画的に割とあっさりふわって描くんですかね。例えばメタファーにしてみたりとか。あ、そうそう、お花がくるくる回ってたり、はい、星が落ちてきたり、うんうん、実際の肉体的パフォーマンスが面白いこともあるんだけど、うん、そっちのちょっと広がった部分の方がちょっと面白いなと思ってるので、うんうんうん、ろうそくの明かりと心の揺らぎを重ね合わせて表現しました。細かい作業を積み上げてようやくこのシーンが完成です。繊細な線を積み重ねて描いた感情豊かな目。想像力を刺激するスクリーントーンの表現。萩尾さんの流儀が詰まったワンシーンが描かれました。
萩尾さんは午後1時から深夜3時まで執筆します。食事以外の休憩はほとんどなし。姿勢正しくひたすらペンを進めていきます。これから描くのは16世紀のフランス王朝を大きく揺るがした事件。宗教戦争の中でカトリックのギーズ公がプロテスタントの要人コリニーを暗殺したのです。数多くの犠牲者を出したサン・バルテルミの虐殺、そのきっかけとなった大事件です。この暗殺事件を起こしたギーズ公はマルゴの初恋の人です。知らせを受けて驚愕するマルゴの表情を描きます。いつもまあそこまで追い込むかっていう感じの状況を作りますよね。追い込まれる人が好きなのか、追い込みたいのかっていうか、両方好きでしょうねきっとね。問題に直面している大人を描くのが面白い。問題を直面している大人ね。あのいわゆる天真爛漫な子供はあんまり面白くないな。あ、子供もやっぱり問題に直面している。問題に直面している子供。萩尾さんの子供時代っていうのはやっぱりあれですか、割と思い通りにならない。あ、特にまあ漫画が好きだったせいもあるんだけど、うん、その一番大好きな漫画を、うん、禁止されるわけですから。禁止されたんですか。私は親の言うことを聞けない悪い子なんだというふうにこう、はい、思考がいっちゃうわけですね。でもやめられない。漫画を描いていることイコール親に背いてる感じですね。うん、まあ、完全にそうですね。僕はちょっとあの以前伺ってびっくりしたんですが、高校生の時に、ええ、あの手塚先生の、ええ新選組がなんか最大の転機だったみたいな話じゃないですか。新選組あるの？はい、あります。教育第一だった両親と衝突し、辛い学生時代を過ごした萩尾さん。その心に寄り添った作品が手塚治虫が書いた新選組です。主人公は新選組の少年九十郎。無理の親友大作が敵のスパイだと分かります。大作を殺すよう命じられた九十郎は命令と友情の狭間で葛藤します。寝ながらね、頭の中でこうずっとリピートしていくんですよ、はい、そしたらね、この子までだけセリフがどんどん増えてくるんですよ。親友だったのに僕はどうしてこんなことしなきゃいけないんだと、お前は私を裏切ってたのかとかね、ずっとセリフが増えていく。膨らんでくるんだ。それでハッと思って改めて読み返したら、え、逃げようしかないとか、ね、ちょっとあ妄想にすぐ妄想が積み重なっていくんですね。よごと、よごと、よごと。すごいな。あの僕地上最大のロボットっていうのを5歳の時に読んで、同じように、うん、例えばノース2号が破壊されるシーンとか、こういうシーン、こういうシーン、こんなセリフあったよねなんていうことを思いながらプルートって書いてたんですけど、いざ原作見てみたら本当に書いてない、ね、あなたも、うん、あれも同じですよね。そうですね、うん、でこれを読んでからなんか闇雲に、はい、あの私もプロになりたい。そこで道が見えたんですね。プロ道が着火されたバーンと。うん、その萩尾先生がこの一コマにわーっ ときめいて妄想に次ぐ妄想を繰り広げていた状態が後の日本漫画に及ぼした影響たるやすごいんじゃないかなと思うんですよね。漫画に描かれた人物の葛藤に共感することで救われた萩尾さん。
両親の反対を押し切って漫画家となってからは、自分も人物の葛藤を描いて読者の心を揺さぶろうとしてきました。いつぐらいにそれがあれなんですか、認められるようになった。あのゲゲゲの女房のテレビドラマを見てからですね。ゲゲゲの女房ってつい最近じゃない。つい最近21世紀入ってからですね。うん、お母さんがねテレビを見よったらね、水木しげるさんがね一生懸命仕事しようになったでしょ。え、そこなんですか。そこだから私がね、うんうん、なんかおちゃらけたことをしてるとずっと思ってたんですよ。ああ、本当にそれは分かってらっしゃらなかった。全く分かってなかった。はあ、うん。うちの娘もこれやってたのか、失礼いたしました。あ、そうですか、うん、すごいな。驚くマルゴの表情、目に細かく線が入ります。うわ、寄ったね。これもうファンの方たまらないね。うわ、すごいね、この目だよね。この憔悴しきったような、この驚愕したり悲しい深い悲しみになったり、なんかそういう時の萩尾先生の目っていうのはやっぱり一種独特のなんかこうものが宿ってる感じしますよね。見てほしいのはこの目なんですよ、きっとね、この画面で ね、はい、そうですね。爪描いてないですもんね、はい、これ爪描いちゃうとうるさくなっちゃう。あ、そうです、うん、それが主張しだしちゃうんでね。指がね、あの邪魔なんですよ。でもね、うん、描かないといけないから、はい、なるべく抜けるところは抜こうと思って、だから目のそばにある指はちゃんと描いて、はいはい、その他のはちょっと邪魔だから動かします。あ、はい、それをスッとさりげなきゃやるんだよね。さりげな、ようやくこのコマが完成です。萩尾さんの真骨頂、衝撃を受けた時の目が見事に描かれました。フランスを揺るがした暗殺事件、それによりさまざまな人間模様が繰り広げられます。マルゴの兄シャルル国王、暗殺事件で母親や取り巻きにプロテスタントの弾圧を迫られ、徐々に追い込まれていきます。ですよね。そう、演技をさせるのが面白い。楽しそうですね、これ描くのね。ここで彼はお母さんに屈しなきゃいけないもん、うん、このなんつうかこうわがままなダメ男の顔ってすごいですよね。目の下のクマがいいですよね。はい、ね、
目の下のクマ描くの最近すごい楽しいんですよ僕表情出ますもん、ね、うん、ですよね、シャルル国王の追い詰められていく表情の変化が描かれていきます。ある意味少女漫画っていうのはちょっと行き過ぎた部分もあるぐらい、うん、ちょっとこうデフォルメされた世界じゃないですか。あ、そうですね、うん、演出も型だし、うん、お芝居もちょっと型だし、ミュージカルとか、はい、なんかそれに近い感じしますよ。あ、私もちょっと舞台の方が近いかなと思います、うん、映画というよりは、うんうん、リアルな映像だと全部ちゃんと見せなきゃいけないし、うん、そうそう、うん、時系列もちゃんと見せなきゃいけないんだけど、うん、舞台ってなんかちょっとした転換で照明がパッと変わっただけで、全く違うシーンになって、なんかそれちょっと少女漫画って似てますよね。そうですね。シャルル国王はついに逆上し大虐殺の命令を出します。あ、ほら舞台の照明みたいじゃないですか、ええ、あ、そうですね、ちょっと、はい、確かに、うん、あ、これは舞台劇の匂いしますよね、これね、うん、下からのスポットですよね。そうそう、バッと、うん、バーッて暗転ですよねのワンシーンのように一瞬を捉えたコマを描くことでドラマを演出する萩尾さん。続いても人間同士のぶつかり合いを凝縮して描くコマに挑みます。暗殺事件の知らせを聞いた夫アンリがマルゴに知っていたのかと問い詰めます。二人の感情が激しくぶつかり合うシーンです。二人が組んだところってすごく難しいですよね。難しい、うん、うん、こう感情が高ぶってますしね。そういう時の演技をちゃんと反映しなきゃいけないから、マルゴの下書きができました。続いては夫のアンリ。萩尾さん、トレーシングペーパーにアンリの顔を書き出しました。さらにもう一枚トレーシングペーパーを重ね、そこにはアンリの手だけを描きます。二枚のトレーシングペーパーをずらして位置を探ります。どこら辺の位置だったら綺麗に掴んでるような構図になるかなってんで、これでも面白いやり方ですね。はあ、10分以上かけて丁寧に位置を決めました。思ったより近づきましたね。はい、近づきましたね。この距離感だけで随分とあれですもんね、演技変わりますからね。ああ、そうなんです。手の力の入れ具合がまた変わってきます。
つかみ具合とか。そうですね、うん、萩尾さん、今度はアンリがつかむ手の形で悩み出しました。自分の手で形を確認します。親指を力強く掴む角度に変えたようです。まだ納得がいかないようです。こだわりますね。演技ですよね結局、うん、手のねグイッと、ね、これでやばい手でね握ってたらね怒ってないんだなと思っちゃう。そうですね。すごく繊細な修正ですね。二人の位置と手の形に悩み、下書きだけで2時間近くかけました。ようやくペン入れを始めます。やっぱ萩尾先生の手の表情はやっぱりこだわられますよね。あ、手はね随分いろんなことを語ってくれます ね、うん、ね、はい、私あの指の表情で一番最初にすごいショックなのが、うん、あの千葉哲也さんなんですよ、はい、あの先生が自然界の鷹なんかで、はい、ちょっとあのね手の甲でキュッと汗を拭く あの色っぽさ。ジョーもよくやりましたよ。あ、そうか、矢吹ジョーもすっと矢吹ジョーも、はい、やるんですよ。あれはね千葉先生本当あれはですね、うん、先輩特許ですよね。あれでも、うん、もうドキューンとなっちゃいますね、うん、あれでちょっとあの伏せ目がちにするんですよね。そう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 、千葉先生ね、うん、表情を描いていた萩尾さん、その途中で再び手の形に修正を加え出しました。でも漫画家さんは大体こういうところで悩んでますよね。いや、ここに演出があるっていうふうにやっぱり重要な演出があるって思ってますからね。あ、そうですね、ここで抑え込んどかないと、うん、ここないがしろにしたら、うん、あ、ダメだっていうことで今こだわってますからね、うん、怒りがこもった手をどう描けばその感情が伝わるのか、何度も何度も修正を繰り返します、うん、20歳でデビューして48年間、細かな表現をないがしろにせず一つ一つ丁寧に描き少女漫画の道を切り開いてきました。若くして抱いた読者の心を揺さぶりたいという純粋な気持ち、それは今も萩尾さんの原動力であり続けます。こういう物語世界が私は救われたし、私はとても楽しいと思う。そういった自分が感動したものをまた伝えたい、
だけど笑ったり泣いたり感動したりっていう感情を揺さぶるっていうのは実は非常に大変なことで、やっぱりこっちも必死でやらないと伝わんないです。細かな演技にこだわること3時間半。ようやくこの一コマが出来上がりました。人物の葛藤を繊細な演出で描き、読者の心を揺さぶりたい。萩尾さんの願いが描いた手に込められました。萩尾漫画の名シーンがまた一つ生まれました。ふざけることに真面目なあの人は、上手に切り抜けるのが下手くそで、毎回毎回白紙からこの違う絵を描くから、なんか毎回初心者みたいな気持ちになりますよね。いや、そうですね、うん、難しい。描いても描いても難しい。それも四十何年描かれているとは思えないぐらい楽しそうですよね、描いてる感じ、うん、きっと少女時代に描かれた時と同じ様子で描かれてるんだろうなっていう感じが、うん、やっぱり漫画はうん、やっぱり私は少女漫画が好きなんですよね、うん、なんか いろんなことがその中に入ってるし、うん、可能性もあるし、うん、好きだからこそこの執念があるっていうことですよね。執念が、うん、なんかこの道を、守り通すぞみたいな、なんかそういう執念をね感じますよね、うん、なんかこう本当、あ、頑張ろう、僕もって感じしますね。本当かな、まんべん。とにかく一日暇があったらずっと絵を描いてるわけです。なんか歌手の人なんか毎日歌ってるような感じしますね。お笑いの人とか毎日ネタ考えてるとか、うん、なんかそういう人がいるんじゃないかな。まあ、やめなさいって言われてもやめられるもんじゃないですね。笑いながら泣いている、笑いながら泣いている。漫弁、漫画家のペン先を密着撮影。その創作の秘密に浦沢さんが迫ります。2回目はアイアムアヒーローが大ヒット中の漫画家花澤健吾さんの現場に潜入します。浦沢直樹の漫弁、Eテレ10日夜11時です。